大凧会館大凧会館は、埼玉県春日部市西宝洲花にあった会館。地元で制作した大凧のほか、日本各地や世界各国のタコを展示していた。また、春日部市昭和地域の歴史を見学することができる、歴史資料室も館内に併設していた。大凧揚げ祭り会館の北を流れる、江戸川河川敷は、毎年1月中旬の日曜に開催される。 春スカ新春たこ揚げ大会及び毎年5月の3日と5日に開催される大たこ揚げ祭りの会場になっている。また、大たこ揚げ祭りは関東の大たこ揚げ習俗として国の選択向け民族文化財に選択されている。2014年以降も行われている。閉館。本校の説明は閉館前の内容を記述。1階から4階までを吹き抜けにした。 展示室には、大凧揚げ祭りで実際に使用された大凧をはじめ、日本国内や世界各地の凧、約450点余りを展示していた。また、伝統の凧師、世界での凧の呼び名なども紹介されていた。2階は、歴史資料室になっており、縄文時代の縦穴式住居、昔の生活用具などが展示されていた。開館利用者には、 サイクリング用自転車の貸し出しも行っていた。なお、大高会館は2011年3月の東日本大震災による施設損傷のため長期休館となった。その後、平成26年第2回臨時会により2014年4月1日の正式閉館が決定された。大高会館は2014年10月より解体され、跡地に 大田湖公園が整備された。ありがとうございます。